さあ皆さん、金沢大学へ行ってみたいと思います。本日の地方部の全体像なんですが、皆さん、段落は滅。そして、皆さん、記述説明のみ5問ございます。で、皆さん、英文、なので、ちょっと構えてしまうという方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん、該当箇所を抜き出すことができれば、おおむね OK でございますので、ちょっと皆さん、頑張っていきたいと思います。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。皆さん、ここを一読していただいた後、皆さん、この問いの A ですね。考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、どこを抜き出すのかということなんですが、皆さん、説明の指示にですね、皆さん、リビングアブロードという話がありましてですね。で、皆さん、出だし、大事じゃなく、ここですね。書いてあるんですね。で、もちろん、3 benefits、3つということでございますので、この下線部を含んでいる文章帳を読んでいただけますと、encourages 1つ目。そして、これですね、increases 2つ目。そして皆さん、supports 3つ目ということで、皆さん3つお話が書かれておりますので、ですから、ここを元に回答を作っていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの A でございます。皆さん、本文該当箇所とですね、そして説問の指示。で、皆さん、模範回答という感じで皆さん書き出してみました。で、皆さん、先ほどもお伝えした通りですね、該当箇所ですね、このオレンジの四角で囲ったところ、皆さん、それをそのまんまですね、こういう感じで書き出していただけるとよろしいかと思います。ただし、皆さん、説問の指示がですね、What are 3 benefits? 点点点というお話でございますので、じゃあ、このあたりですね、で、皆さん、are 3 benefits をこういう感じで、こうですね、皆さん、全員 are という感じで拝借していただけるとよろしいかと思います。ただ皆さん、are を使うわけですから、皆さん、本文 encourages 三人称単数の s がついている。それをそのまま、このまま、書き出すわけにはいかないので、ですから皆さん、b 動詞の右側に置いてもいいという感じにするには、これですよね。皆さん、encouraging, increasing, そして supporting という感じで書き出していただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さん、模範回答はこんな感じでございますので、皆さん、ご自身の回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、これを一読していただけますと、今度はこの問いの B ですね、解けるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、説問の指示のホームランドのお話がですね、この点点点、書いたところにしっかり記載がされておりますので、ですから皆さん、この点点点を含んでいる文章中ですね、つまり正解はこの三角括弧のところを書いていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、該当箇所を抜き出してみました。このあたりですね、皆さん、このオレンジの四角括弧でくくったところ、これをそのまま正解にですね、つなげていただけるとよろしいかと思います。ただ皆さん、説明の指示がですね、why is 点点点ということで、まあなんでやねんということですね。それに対して皆さん、正しく正解を書くとすると、こういう感じはどうでしょうかね。this is because 点点点ですね。これで皆さん、正しい英文になるかと思いますので、これで皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。皆さん、続いて問いの C でございますが、これが皆さんまた同じ第3段落の中から見つかるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、説問の指示のこれですね。cause frustration が本文中これでございます。trigger frustration というところで皆さんしっかり書かれておりますので、ですから、この波線を含んでいる文章中ですね。この四角括弧ここで食ったところ、ここを皆さん正解に入れていただけるとよろしいかと思います。皆さん、該当箇所を書き出してみました。皆さん、相変わらず皆さん、このオレンジのところで問題ないかと思います。で、皆さん、説明の指示にですね、What are 3 examples と書いておりますが、皆さん、この example であるという、なんつうの、目印ですね。それが皆さん、これでございます。皆さん、ダッシュですよね。このダッシュが皆さん、具体例の目印でもあるので、ですから、間違いなく該当箇所はここであるというふうに確定することができるかと思います。で、皆さん、相変わらず、ルーズイングのところから、この文末レストランのところまでそのまま拝借していただいて、
あと、皆さん、設問の指示、これですよね。What are three examples ということでございますので、皆さん、ここをうまく使うと、こんな感じですね。これでよろしいかと思います。They are…点点点ですよね。これで皆さん、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第4段落でございます。これで皆さん問いの D ですね。これを考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん設問の指示にですね、皆さん何をしたのかというお話がございますが、皆さんこの第4段落、ここですね。I also found myself asking ということで、自分自身が質問しているということが分かったわけですから、この棒線を含んでいる文章中を書いていただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所を書き出してみました。さあ、このオレンジのところでございますね。ですから、asking のところから文末 to go のところまでそのまま拝借していただけるとよろしいかと思います。田辺さん、説明の指示がですね、What did she sometimes do? となっておりますので、ですから皆さん、文頭はこういう感じですね。これですよね。だから、she sometimes, 点点点ということでよろしいかと思います。そして、皆さん、did 過去時制ですから、皆さん、本文中、asking のところを、ask と取り直していただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、本文、my Turkish roommates というふうに書いておりますが、もちろん、彼女のルームメイトでございますので、これですよね。はぁに直しておいていただけると嬉しいかと思います。あとは大丈夫かと思いますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。サミさん、続いて第5段落でございます。これで皆さん、最後の問いの E が解けますので、考えていただけると嬉しいかと思います。皆さん、設問の指示にストップという話がありましてですね。で、本文、ここにあるんですね。ですから、こういうふうにつなげていただきますと、もう皆さん書くべきところは自動的に決まりますよね。サムさん、書くべきところは分かりましたので、確認させてくださいね。で、この相変わらずこのオレンジのところをですね、そのまま答えにつなげていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、今回設問の指示がですね、What do people... ストップですね。ですから、皆さん、このあたりをうまく活用していただけますと、これですね。これでよろしいかと思います。people を善意で受けて、あとは動詞ストップですね。付け足していただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。じゃあ、必ずなく A 問 A との問題やってみましたが、皆さん、回答へのプロセスですね。お分かりいただいたんじゃないかって感じがいたします。ですから、皆さん、該当箇所ですね、それを探し出すことができれば、あとはもうそのまま、8割型、9割型拝借していただけると問題ないかと思います。そして、皆さん、設問の指示に合わせて、あとは、まあ、微調整というところで、皆さん、十分、合格点取れるかと思いますので、頑張っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんこのユナッチとスタディでも、なるべくこの A 問 A 答ですね、扱っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。